コンステレーションはアメリカ海軍のキティホーク級航空母艦の2番艦。艦名はアメリカ国旗の星にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。コンステレーションはアメリカ海軍史上唯一艦番号が赤、白、青の3色で表示された艦である。1985年に開催された戦闘軍の速度競技において優勝し、海軍における最速艦の一隻であった。 乗組委員からは、コニーの愛称で呼ばれ、公式にアメリカの機関であった。1956年7月1日に、ニューヨーク州ブルックリンのブルックリン海軍交渉が、建造契約を獲得、9月14日に寄港した。1960年10月8日に、メアリー・ハーターによって、命名、浸水する。建造途中の1960年12月19日に、 火災事故が生じ、コンステレーションは大きな損傷を受けた。事故当時コンステレーションはブルックリン海軍交渉で建造の最終段階にあった。事故は格納庫で作業中のフォークリフトが貨物を押し込んだ時、偶然に後半をひっくり返したことで生じた。後半はディーゼル燃料が入った500ガロンのタンクのプラグを壊し、こぼれ落ちた燃料は缶の再下層まで達した。 燃料はおそらく溶接のブローランプによって着火し、木製の足場に炎症した。炎と煙が、管の通路に充満し、広がっていった。海軍の交換は、艦の設計に関する問い合わせに対し、本級の設計は、人間が設計した中で最も複雑な構造だ。とコメントした。火災は沈下まで17時間を要し、消防士たちは、パークスロープ飛行機事故に出動した後、 本件に対応したため、何名かは疲労困憊の際に追い詰められたという、消防士たちは一人もかけることなく何百名もの命を救ったが、50名が死亡、負傷者数は150名に上り、7、500万ドルの損害が生じた上、艦の収益は7ヶ月遅れることとなった。このため、ニューヨークで火災を起こしたのは、キティホークであり、海軍は別々の場所で建造していた2隻の、 姉妹艦の艦名と艦番号を変更したという噂が生じた。火災発生後のニューヨークタイムズの記事要約では、火災を起こした艦をアセスコンステレーションであるとしている。コンステレーションは、その後艦長、トーマス・ウォーカー大佐の指揮下1961年10月27日に収益、建造費用は2億6450万ドルに上った。 コンステレーションは2010年現在、ニューポートニューズ造船所以外で建造された最後の、空母である。1990年に大改装工事が行われ、1993年に、最終駅する。2003年8月7日に、サンディエゴ海軍飛行場を北島で退役した。現在コンステレーションは、ワシントン州、ブレマートン、ピュージェットサウンド海軍造船所で、 モスボール状態で保管されている後継艦として、ニミッツ級航空母艦、ドナルド・レーガンが収益した2014年にスクラップにすることが決まった。ありがとうございます。